やあ君か、いらっしゃい。とその前にお詫びからかな。喜べ人間、あの伝説のお店お料屋さんが期間限定大復活だぞ。夢と希望とカエルもたくさん、買え買いまくれ。お料さんは濡れてに泡で声太りたい。茶室？ああ、あの趣味の悪いキンキラの部屋か。お料さんがぶっ壊した。いやいや、壊しちゃダメだし、壊してないでしょ。ごめんね、実はバレンタインの話をしたらお料さんがチョコレートを売るって言い出して聞かなくてね。あの茶室組み立て式って聞いたから今日だけ場所を変わってもらったんだよ。そういうわけだから、龍馬が独自のルートで仕入れた闇チョコレートを買え。今なら買えるも買える、お得だぞ。チョコレート、もしかして僕にかい？いやー嬉しいね、チョコレートをもらうなんて生まれて初め。お、あ、おい、お前。いやいや、お寮さん、これはマスターの親愛の印というか、なんというか。抑えて抑えてね、食べちゃダメだよ、マスターは食べちゃダメ。お寮さんにはくれないのか？え、そっち？おお、お寮さんにもあるのか。さすがはお寮さんが見込んだ人間だ、でかした。見ろ龍馬、羨ましいだろ。お寮さんのもらったチョコレートだぞ。これにはお寮さんもバレンタインヤッホーだ。はいはい、よかったよかった、いろんな意味でね。ああ、改めてありがとうマスター、本当に嬉しいよ。そうだ、せっかくだしお礼もしないとね。ちょっと待っててくれ。それもそうだな、龍馬もたまにはいいこと言う。よし、お龍さんもとっておきの礼をしてやろう。はい、これ大したものじゃないけど、僕とお寮さんから。ちなみにお寮さんのは大したものだぞ。なんといってもカエルなのにチョコ、チョコなのにカエルだからな。カエルチョコチョコお寮さんってやつだ。喜んでくれたのなら僕も嬉しいよ。なあ、いつまでやっているかわからないけど、お寮屋の方もよろしく頼むよ。お寮さんが始めた店だけど、やっぱり商売は楽しいもんだね。大儲けしたらいずれは株式会社お寮さん社中にして敏腕美人秘書をやるのがお寮さんの夢だからな。なあ、またね。おい龍馬。なんだいお寮さん。大丈夫だ、今度は絶対に守ってやる。龍馬もあいつも
な。ああ、頼りにしてるさ、いつだってね。なあ龍馬。なんだい。ここは楽しいな。ああ本当に楽しいねここは。